はい、それではパート2をやっていきましょうか。はい、私マッチュンと申します。同じく前回に引き続きマロエがお供します。はい、でね、前回ここ荒ぶってる、ここ聖なる祠、そうまだここのステージの途中です。クリアじゃない。前回アポトスステージをやった B ランクだった。これが3行で表す前回のあらすじです。アポトス初めて B ランク、面白いですね。いい感じです。リズムがいいですね。アポトス第一神殿ガイアゲート、さあ同じところに入って続きをやりましょう。こちらですね。おっと、またスライディングで登る。さあ入るときはこっそりと、アスリート精神ですからね今回。さあこのソニックという選手、競歩は苦手そうだ。さあ前回の反省を踏まえて今回も、あとこれはマロエ選手苦手そうですね。リングを避けてしまう癖があるので100個。リングを100個集めるみたいです。クルースピードでリング100個、ゴー。もう外の救急車の音が入っているかもしれない。さあ入っているかもしれませんが、私は気にしません。ああおっと、コインじゃない、リングが多いところに逃げた。なぜかジャンプをする。これは反射ですかね。いけると思ったんですよ。まあ初めてやった時は私も結構ここで A を押したりしてジャンプしましたが、なぜか B じゃなくて A を押してしまうんですね。しかしマロエ選手は A を押さなければいけない時にも B を押すということが起こっていますね。まあ反射ですね。おっと、今のはできたのかできてないか、できてないみたいですね。なんで？できたら追加ジャンプがあるはずなんで。さあおっと、10万集められなかった。集められた。よし、うまくやればあのゴールにたどり着く頃には100枚いくんですかね。何は何であろうとメダル表彰台ですから、銅でも銀でも金でも。赤い宝石のついた石板のかけらを手に入れました。これバイオハザードで学びましたよ。組み合わせてはめる系ですね。月の石板、サラザール家に入りたい時には集めましょう。はい、ミッションが追加されました。アポトス太陽の扉へ入ってみよう。ん？入ったくない？さあ追加されたので、まあ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 、なんか必ず必要なクエストではないようですが。なるほど。知ってる人どこにもいないね。シップのこと知ってる人どこにもいないんです。そのうち何か思い出すさ。少しくらい覚えてないのか。全然ウィス。あ、言ったな。渋い。やっぱりソニックザヘッジホッグですか。ちなみにこの夜の方の姿のソニック、一応ソニックザウェアホッグという名前らしいですが、ウェアホッグという名前らしいですが、声優はスネ夫です。新しい方のスネ夫でしたらね。なるほど。うわー、ソニックがまた怖い人になった。ミス、なるほど。夜になるとこの姿になるってことか。なるってことか。大丈夫ソニック。けど街中でこいつは少し目立つかな。もともとと対して変わらない、目立つことに変わりはない。ソニック大変。どうしたチップ、ちょっと気持ちよさそうですね。ファサファサしてモフモフですね。モフモフですね。もうダメだ、おしまいだ。帰ろう。帰ろう。おじさんってミス、なんで泣いてるミスか。おいしいアイス、また食べさせて。またおいしいアイス食べさせろミス。アイスなんて作ったって何になる。アイスなんて作ったって何になる。ミス。おっと、これはリヘナラドールですかね。お前、ギャー、違うゲームじゃないか。なぜかここでゴムゴムと言わずにリヘナラドールというあたり。ゴムゴム一般常識ですか。ヒステリックですね。どうもこのおじさんを見るとスーパーマリオサンシャインのモンテイチドクっぽく喋りたくなる。はい、
さあ、また聞き込みですね。夜になった街で聞き込みですか。やはりソニックは謎解き、アクション、スタイリッシュ、サスペンスゲームだったんですね。このゲームはとりあえず喋ることが多いですからね。ねえねえ聞いてよ。あ、違う。ねえねえ聞いてよ。アイス屋のおじさんのやつがなんだか変なんだ。見てきました。で、うわっ、君はもっと変になってるよ。ごつくなってる。ライズアップ。なんで、なんで、どういうこと。謎のファイティングポーズを取ってきた。やる気なんでしょうか。もう一度殴り込みに行ってもいいんですがね。あんな細い首ではサザエさんのような首だ。勝ち目しかないですね。勝ち目しかないのか。お、大金の大広場、合ってるかは知らない。代償とは呼ばないのか。おい坊主、どうしまったんだ、大丈夫か。前に見た時よりもずんぐりしてるじゃないか。お前に言われたくないよ。まあ俺には勝てねえかな。仲悪いもんでも食ったんくちゃなんだか。ああ、あのアイスか。わしも食ったんじゃよ。何をしてくれてるんや。さあ食べてますね。これ嫌な思い出がありますか。アフレコする気で行ってできなかった場所ですからね。誰もいない。そう、おーっと、誰もいなかった。何のためにアルカフェテリアなのか。営業が終わってしまったのかな、ここはもう。うん、さあ残り風車の海岸通り。またナンパに遭ってしまうんでしょうか。なぜかナンパしてくれた神父さんだけだ。ん、知らない顔ですね。こんな世の中に一体何のご用ですかな。世の中。昼間にお会いした青いハリネズミ。はて、昼間聖なる祠の道案内をした方のお知り合いか何かですかな。何か。今日は珍しく外からいろいろな方々が訪ねてくる。つい先ほどまでそんな話をしていたところです。誰としたいでしょうか。いや、エリックさんですか。エリックという男なんですが、彼も今日日本尻尾の狐に道を聞かれたと言っていました。アポトスでは先の天変地異の後、観光客も減り、夜は特に物騒になりました。ウソカマコとかアイカマコとか化け物を見たというものもいるとか。あなたも気をつけてください。まあ、いろんな化け物みたいな姿をしているんでね、大丈夫だと思いますが。お、カフェテラスにまたニグが。カフェテラスが飛んでしまう。早く選んでくれ。よし、慣れてないんだよ操作に。おっと、エリックさん、ちょっと腹が出ていますね。ん、お前さんたち、こりゃまた目立つ二人組だの。きっとあんたたちに間違いない。何が間違いないって。つい先ほど見ず知らずの者に頼まれごとされての。お前らを消すようにな。絶対負ける。だから何のことかって、日本尻尾の狐じゃよ。あんたたち知り合いじゃろ。青いハリネズミが来たらこれを渡すように頼んでいきよったんじゃよ。わしに統治法。聞いてたのと少々違う部分もあるが、迷い、預かり物渡しましたぞ。ちょっと違う人に渡すという丁寧じゃない、逆だ、適当さ。ドイツ大陸月の石板を手に入れました。しゃあ。喉の調子がいまいち悪いですね。さっきからむせてますから。さあ、聖なる祠、夜、意味深すぎますね。夜の聖なる祠。俺の夜の聖なる祠がうずき倒してるぜ。おっと、ウィスパー、見すぎじゃないかこれは。どんだけガン見するんだ。めちゃめちゃ見てますね。あれ、あれ、また優しいお顔のソニックに戻ったウィスね。それよりケイタ君、ここの光あったかくてなんだかお日様みたいですよ。おっと、ソフランだ、ソフラン、ソフランじゃないですかウィス。こっちのソニックは相変わらずケイタ君扱いだ。ケイタ君の変身ってお日様の光に関係あるのかな。ウィスパーじゃわかんないウィス。ウィスパーは自分のことをウィスパーというのか、新発見だ。何の運動ですかそれは。準備運動ですね。ここから走っていくんで。おっと、ザワールド時を止まれ。光ってるよソニック。あの扉光ってるよウィス。行ってみようよ。
さあソニックが消えてチップじゃなくてウィスパーに変わってしまった。おっと優しい顔に戻っていますよ。今どういうことでしょうか。マロエさんが焦って外に出てきてしまったのでね、今いや、なんか敵かなと思って敵が召喚された。あの悪の使者とかあんな感じなんでね、いきなりプリムとかですね急に来るからね。ダッシュアスジャンプ、ベアホックのジャンプ、その特徴を覚えよう。さあ進んでください。二段ジャンプができることがチュートリアル前に分かってしまう。 A ボタンでジャンプ、もう分かっちゃったんだな言うのが遅かった。でも前に進めないってことかな。じゃあこれはギリギリだ。お前キャー、コントロールスティックを同じ方向に素早く2回押すとダッシュができるウィス、まあ、カービィのようなものですかね。なるほど。おっと、なぜか危ない方に行く。避けていったが、なるほどね。おお、なるほど、スライディングじゃなくて転がる。今度はダッシュ中ジャンプするウィス、普通のジャンプよりより遠くに飛べるウィスよ。残念ながら実践済みなんですね。それはダッシュではありませんが、届くわけがない。戻らないといけないですね。ダッシュダッシュ、それはダッシュじゃないダッシュはスティックを2回押さないといけない。よ。おっと、あと8秒できていないできていない。ダメだこのバカ。今度はダッシュ中。さあいけるでしょうか。おっと、いけました。失敗したと思いましたね。よし明らかにジャンプのタイミングがずれていました。さあ他に何かできることはないんでしょうか。さあ早くしないと、あと10秒ぐらいですよ。余裕ですね。時間は6分の5を使ってしまった。お、太陽のメダルを1枚手に入れました。何もない。なるほど、何か変化があるということですね。この後倒した敵のエネルギーを吸って、まあパワーアップというものができるようですね。吸い込む、強い、伸びろ腕、アスレチックアクション。はい、アスレチックアクション、伸びろ腕。まあこのチュートリアルステージは基本的に1分しかないので早くしないと失敗します。はい、4321終了なぜか失敗する。さあ行きました。さあさあ、なるほど。横から伸びているボールは腕を伸ばせば届くイサーズよ計画。さあブランコの原理、ブランコの原理とは何だ。はい、さあついにウィスパーのセリフを読み上げなくなってしまった。さあ何をしているのか。あ、なるほどなるほど、ただこれだけですか。これジャンプボタンを押せば飛べますが、さあ一度失敗してステージクリア、ミッションクリア。余裕ですね。敵じゃなかったかなと。一度失敗した、しかもダメージを受けた。何のことかな。あの鉄球の上に自分から飛び降りるという、そういう気質があるのかもしれない。やばいですねそれは出川哲郎でもするか分かりませんよ今のは。コンボ攻撃を繰り出せ。はい、これアルトリガーボタンとエルトリガーボタンを交互に出せば攻撃できるウィス。敵がいっぱいですよ。ソニック片っ端から。さあ、うん、この人は役でも決めているのか。何も見えないはずなのが、今初めて出てきたのに。おっと敵に舐められています。おっとダメージを食らう。
おっと最後に追加で出てきた。さあスタープラチナです。今俺にスタンドが出てるぜ。オラ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 。ミッションクリア。初めてですかねこれが。ミッションクリアとな、一発目ミッションクリアしたのは。一つ言わせてください、納金ゲーです。これは納金ゲーです。さあスタープラチナ、あれ実は光の速さで動くことができるそうですが、ウェアホグとは正反対です。おお掴んで投げろ。冒険や戦いの幅を広げる。目の前にある木箱は掴むことができるんですよ。まずは掴んでみて、ケイタ君。木箱や敵を掴んだ状態で A ボタンを押すと思いっきり振る。さあなぜベアホッグの能力をこいつが知っているのか、何をしているんでしょう。エッジフィールドですね。エッジフィールドですね。おっと外した。木箱をぶつけた時のダメージは結構大きいので敵は楽に倒せますが、一発です。一発強いですね。一発です。どこに投げているんだ。早く至急。おっと当たった、当たった。この敵も当たるのを待っているように見える。 M 機質でもあるのか。さあ見えない。何をしているんだこの二人。さあ結界が開いた。危なかったですね。数字が赤くなりましたよ。ピンチでしたね。チュートリアルステージでなぜかここまで苦労する。それが丸絵ですから。不器用と筋肉の塊ですからね。ただの脳筋だ。さして筋肉もないような顔をするんじゃないよ。さあ絶対今の読んでいなかった。エルトリガーボタンとアートトリガーボタンを同時に押すと特別な技を繰り出すミスミス。さあ使ってしまうじゃね。この技見た目が強いに威力が低い。おっとこの敵を殺しもしなかったが OK なんでしょうか。こういうミッションはね、敵を倒さなくても言われた通りの技を2回ほど出すとクリアなんです。なるほど。なるほど。ゲームを続けて遊びますか。遊びます。ファイナルアンサー、なっちゃん飲んでる場合じゃねえよ。ファイナルアンサーと言いながらもう押している。はいね。さあ始まりました。チュートリアル以外のステージはカウントダウンではなくカウントアップ制なんで、好きなだけ時間をかけれます。なるほど、なるほどね。しかし遅すぎるとまたランクも落ちます。はい。おっとスルーしていく。いけない、敵は倒さず敵前逃亡は無理です。オラ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 。さあこの敵攻撃があったことによって煽っている。おっと当たったみたいだ。画面に映っていない。ちなみにこのモードではリングは体力回復です。なるほど。リングで回復できるとはどこぞの MO みたいですね。MO って意味が変わりましたね。意味が変わりましたね。どこぞのオーバーオールの MO ですね。これ難しいですね。それは横押すと回ります。どこ行ってんの。ん？それは向こう側に回るしかいけない方なんですね。もっとザワールド時を止まれ。扉があるよソニックミス。これを着ないとケイタ君に進めないみたいだね。さあ実はケイタ君のスタンドはウィスパーなのか、ウィスパーが光の速さで行くことになって時が止まっているのか。そうなのかもしれない。ウィスパーが、おっと確かディオのザワールドの時を止める能力が、あこの敵掴めますよ。掴める、どういうことだ。X ボタンで掴みます。同じように A で投げれます。押しっぱなしじゃないと掴めんよ。この敵正直殴るより投げた方が倒すの早い。さあ
時を止めといえばディオのザワールドのイメージが強いですが、実はスタープラチナも時間止める系ですね、はい、そうなんですか。スタープラチナも実は時間系のスタンドです。さあ、そんなこと言うてるうちに、なんかやばい紋章が見えるんで、僕帰っていいですか。始終結界、始終と言いながらリングは3つでいい。これなんですか、ミス。妖怪だったにも乗ってないですよ。そもそもそれは妖怪ではない。さあ、もう今のマガマガしいオーラがすごかったですね。さあ、これはシャイニングボスにイビルリングというこんな感じのがあった気がする。ありましたね。取れない、落ちた。それ足場に使えますか。乗れていない、乗れていない。おっと、敵が来てしまった。こいつは何をしているんだと思うような目で見ています。使ってしまった。おお、なんだこれ。さあ、ああ足場はなくなってしまった。もう一度さっきの通りから行くしかない。ちなみに私初めてプレイした時、ここのリングを見落として何も見つけられないまま5分くらい過ごしました。全く無能なやつですね。おっと、敵前逃亡。その敵を出さないとこのあそこの結界は解けないですよ。おろろ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 、ここから、ここから取りましょう。ここから。それは無理じゃないですか。さあ、横着をしてもいけません。ウェアホッグ、ジャンプ力はそんなに高くない。のに二段ジャンプができる。くそー、低い二段ジャンプができる。まるでフナッシーだ。フナッシーは空中でもう一度ジャンプする。なぜ戻っているのか。あれ、さあ、まさかの方向音痴。まあ、ウェアホッグですから。いや、これはプレイヤーの問題でしょう。落ちる、取れない。落ちてしまった。オーマイガー、一体何がしたいのか。ウェアホッグで荒ぶってみたかったんですよ。さあ、さ、民家には入れない。入るどころか上にも乗れない。上に乗る方が難しい。ちくしゃちくしゃ、どうすればいいんだ。さあ、いや、先のとこはちゃんと狙ってジャンプすれば乗れるはずですが、さっきから失敗を続けています。やっといけた。うい、簡単じゃないか。さあ、3回目の挑戦で簡単じゃないかなどと言っています。何のことかな。僕はさあ、分かれ道どっちに行きますか。右に行きました。はい、こっちで月が出てるね。うざっ。さあ、敵を敵にぶつけていく。この敵は投げた方が倒しやすい。そう、そのアドバイスを忠実に受け継いで。それか空中で LR 同時押しでも倒せる。空中でジャンプで、それでも倒しやすい。まるでバレーのアタックだ。両手を使ってアタックするやつなんて初めて見た。ルール違反じゃないですかそれ。それダメなやつですよきっと。いやいや、ハムハムスポーツというゲームですね。アタックは両手でやっていますよ。あ、ここ難所ですね。さあ、落ちても大丈夫。おっと、伸びすぎだ手が。これは伸びすぎじゃないか。伸びすぎですね。お、さあ、さあ、ここはね、先ほどたちがここがゴールではありませんが、こっちに今かアイテムがあるんでしょう。あれ、ここで、おっと、乗れない。これなんだ、これなんだ、これなんだ。それは敵を倒した時にもらえる、まあ、エネルギーのようなものですね。いやねーよ。いや、あとあと能力が、スキルがアップされていくんで、なかなか必要なものではあります。あ、そうなんですか。なんか、すいません、変なこと言って。ちなみにその、なんだったかな、ガイアフォースだとかそんな感じの名前なんですが、はい、これを集めた量が多いほどランクアップがしやすくなります。ステージのクリアランク。なるほど。自殺はできない。優しい世界。優しい世界ですね。ある意味優しくない。さあ、さあ、これはもしかして。まだ3つ集まっていない。開けよう。ダーン。
あった3つ目すごく親切設計だ。さあどうなる。ただ開くだけです。なんてこった。先に進めるようになったらいいっすよ。それだけ言いに来たのかお前は。さあ早く出ていけと早く進めと煽っているようですね。おっと敵がゾロゾロと。ここはコミケ会場か。6人しかいないコミケなんて嫌だが、ビッグサイトですね。ここは東京ビッグサイトですか。俺の薄い本は取るんじゃねえ。そのラス1の商品は俺のだ。おっとカウンター決まりました。敵のカウンターダメージは低い。レアホッグの敵を投げる攻撃、相手は死ぬ。相当な握力を保持してますね。さあさっきから何をポロポロと落としているのか。豆つかみ大会が苦手な小学生のようだ。僕絶対にできませんから。最高記録4個ですから。何分でですか。30秒。30秒で4個、それは少なすぎる。うるさいな。大会に出るレベルじゃない。なぜか出さされたんだよ一回。さあ B ランク、こんだけ時間かかってもランク B は取れた。しかし残念な、残念がっているウェアホッグ。 B ランクでは不満足のようです。お前バカにしてんのか。俺は必死に精一杯頑張ってやったんだぞ。おっとウェアクロー、ウェアクロー敵のガードを弾くブレイク技。うまくヒットさせれば相手を足止めすることが可能。ダッシュ中に L トリガーボタンまたは R トリガーボタン。はい、ダッシュ難しいですね。そもそもダッシュを使う習慣がない人には使わない。そうですね。使わないスキルですね。この沼クロー全然使えなさそうですね。沼クロー完全に感情を失った。隠しアイテム、イラストナンバー59を手に入れました。後で確認してみよう。隠してないですね。隠しアイテム、イラストナンバー23を手に入れました。後で確認してみよう。公表できるってことはやっぱ隠してないですね。ミッションが追加されました。アーポートス月の扉へ入ってみましょ。見よう噛んだ。さあダンディーなマッツンの声ですがね。さあ一度切りますかここで。はい、もう疲れたんで。はい、それではパート3に続きます。はい。